皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は九死に一生の出来事があったので、ちょっとそれをお伝えしていこうと思います。福岡の皮膚科さんに初めて向かう時に、Google マップを使用して、行ったんですが、線路があったんですね。線路、踏切があったんですね。で、日常的にというか踏切を渡ることは初めてではなかったんですけど、そこの踏切がカーブになってるところに踏切があるっていう踏切だったんです。で、車椅子の人たちの教えとしてなんですが、段差とか溝を渡るときっていうのは基本的にその溝とか段差に対して前輪を垂直に、車椅子を垂直に入れて渡りましょうねっていうのがあるんです。そうじゃないと前輪が溝にはまったり段差に引っかかったりするからっていうのがあるんですよね。で、そのキャスター上げ見えるかな、こんな感じでこうキャスター上げをしながら渡るんですけど、私キャスター上げをしてこうやって渡る、キャスター上げをしながら渡るっていうことがちょっと私はできないので、そうやって普段は言ってるんですが、カーブをしてるためにどうしても片輪は線路の溝に対して垂直に入らなかったんですよね。で、もう片輪がはまってしまいました。前輪がはまっちゃって、まあ、やばいなって思ってもう一回キャスター上げをして脱出はできたんです。で、帰りももうその道しかその時は分からなかったので、同じ道を通って帰った時により慎重に、もう絶対引っかかんないぞっていうくらいより慎重に行ったんですが、また引っかかっちゃって溝に入っちゃって、同じように、キャスター上げをして脱出しようと思ったら今度後輪もはまってしまったんです。右の前輪とも右の後輪もはまっちゃうと、もうどうしても自力脱出っていうのは難しくて、もうどうしようどうしようっていう時に車が通って、車の人にすいません助けてくださいっていう風にこう手を振って声を出して、でちょうど反対側の車線からも自転車に乗ったおじいちゃんとまた車の方がいらして、もうおじいちゃんにすいませんすいません助けてくださいって言って、でおじいちゃんが駆け寄ってきてくれて、ただ両方ハマってるので、どういう風に持ち上げてどういう風に脱出することが正解なのか私も分からなかったし、おじいちゃんもこう力があるわけではないので、難しくて、本当に2人でみたいな感じでやって、やっと抜け出せたっていうことがありました。その時に、キンコンカンコン電車が来る合図が鳴らなかったのでよかったんですけど、もしそこに誰もいなかったら、誰も通らなかったら、私緊急ボタンを押しに行くこともできないんです。なのでもう電車が来たらどうしてたらよかったんだろうってすごい考えました。もう車椅子を捨てて這いつくばってでも線路の外に出なきゃいけないなとか、何が正解かわからないくらい、すごく怖かった思いをしました。で、これを踏まえてではないんですが、山形の生活と福岡の生活を半々でするようになって思ったのが、山形だと基本的には私車生活なので目的地まで車に行く。ただ福岡はセンターの往復もそうですし、家の周りの買い物はやっぱり自分の自走で行くので、怪我をする、危ない思いをする確率っていうのはやっぱり高くなるなって思いました。段差を超えることも 100% うまくできればいいんですけど、やっぱり失敗してしまう時もあるので、そういう時はこの前も段差に引っかかって吹っ飛んで地面に落下して周りの方々に助けてもらったっていうこともありましたし、あと道ですね、やっぱ歩いてると気づかないんですが、結構デコボコで、あとアスファルトの種類でも違います。
んな感じで、舗装の仕方、アスファルトの道の舗装の仕方によってガタガタが違うので、ガタガタが嫌だっていうことだけではなくて、ガタガタすると私の場合はすごあの形勢もめちゃくちゃ出てきますし、あとどん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 自分の座ってるポジションっていうのが崩れてきて、車椅子から落ちそうになることも結構あります。なので、できるだけガタガタしない道を通りたい。やっぱりこう点字ブロックとかっていうのも視覚障害の人にはとても大切なものですが、車椅子の人たちにとっては結構大変、もう滑ったりするので結構大変です。そこがうまく素材とか何かいい方法ないかなっていうのはめちゃくちゃ思いますね、その交差点のところに結構ボコボコの点字ブロックがあるので、そこを渡る時ってちょっと大変なんですけど、あるところだとちゃんと車椅子のタイヤだけが通れるようにこうカットされてたりっていうのもあるので、なんかこううまく視覚障害の人たちにもちゃんと安全に、そして車椅子の人たちのためにも何かいいそういう解決方法っていうのがあってくれたら嬉しいなって思いました。で、まあ、その、まあ、皆さんにお願いというか、知ってほしいっていうわけじゃないですけど、普段すれ違う時とか、まあ、車椅子を見かけた時とか、その蛇行運転してるなってもしかしたら思う方もいるかもしれないんですけど、やっぱそれは段差を避けたり、道を避け、いい道にこう行こうとしたり、私たちってめちゃくちゃ道見てるんですよね。どの道が安全なのか、どれくらいの段差の高さなのかっていうのを見極めながら走ってるので、結構疲れます。個人的には結構疲れます。なので、こう蛇行運転してるんじゃなくて道を選んでるんだなって思って見ていただいたり、細い道をすれ違う時とか、どっちに避けるかで結構運命が分かれたりするので、どうしてもこっちの道が通りたいんだっていうと、なんかなんていうの、我が物顔で通ってるわけじゃないですけど、何でお前そっち来るんだよ、俺こっちにいたのにこっちの道来んなよっていう出来事もあるかもしれませんが、それは道をチョイスしてるっていうことをちょっとして知っていただきたい。どうしても細い道ですれ違う時は、私はなので止まります。止まって、先に行っていただいて、通るとかっていうことがあるので、道のデコボコさ、斜めさ、段差がある感じ、なかなか歩いてると気づきにくいんですが、そういうところをチョイスしながら走ってるっていうことをちょっと理解していただけたらなと思います。こっち避けていただいてもいいですかみたいな、そういうなんかコミュニケーションみたいなのがあることが本当は大切なのかなというのも思います。なんかこういう話をすると、なんかこう車椅子の人に気を使えとか、気を使ってほしいっていうことではなくて、やっぱベビーカーとかね、自転車とか、その車輪をついたもので走ってる人もわかると思うんですけど、危険性とかっていう部分なんですよね。なので知っていただいて、なんかこう知ってたからこそ、そのもし出会った、遭遇した時は、あ、そういえばこっちデコボコだよなとか、こっちに点字ブロックあるから私は点字ブロック側を歩こうとかっていうふうに思ってくれたら嬉しいですし、それこそさっき言った線路、踏切に関してはマジで本当にでもどうしたらいいんだろう、ちょっと解決方法がわからないんですけど、もし車椅子の人を見かけて、車の中でもいいですし、自転車でもいいですし、歩いてる時でもいいですし、なんかそのタイミングで踏切を渡る時になんかちょっと気にしていただいたら嬉しいなって思います。ただ実際声かけって本当に難しいと思います。私自身も、先日車椅子で走ってる時に、目の前の方がすごい右左にこうフラ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 してたんですけど、そう思えば普通にまっすぐ歩いたり、そしたらまた左右にフラ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 して、これ声かけた方がいいのかなっ
っていうふうにすごく迷いました。でも声をかけたところでやっぱり自分って何ができるんだろうかとか、だから声をかけない、何かこう巻き込まれたくないっていう思いが出るのって当たり前だと思うんです。ただその中でそれを超えて声をかけてくださる方って本当に私は嬉しくて、自分でももしかしたらできないかもしれない行動に移せないことを移してくれてるっていうことは本当にありがたいと思います。なのでこう障害があるなしじゃなくて、なんかもっと昔みたいにじゃないですけど、なんか人と人とのコミュニケーションっていうのがまた昔のように広がってくれたらいいなと思います。まあ何の話がしたかったかっていうのはちょっとなかなかまとまりないんですが、ちょっとした愚痴でした。はい、ということで、本日は終わりたいと思います。この動画がいいなみたいな話ではないですが、なんか少し考えるきっかけとなる動画になってくれたら嬉しいです。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。